ブレット・ジェームズ・ニコラスは、アメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス出身の、プロ野球選手。右ト左ヒ MLB のシカゴ・ホワイトソックス参加所属。愛称はジェスロ。2010年の MLB ドラフト6巡目で、テキサス・レンジャーズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナ・リーグ・レンジャーズで、プロデビュー。A-9、スポケン・インディアンスでもプレーし、 二球団合計で54試合に出場して打率、242、3本塁打、35打点、2盗塁を記録した。2011年は、A-9 スポケーンと A 級マートルビーチペリカンズでプレーし、二球団合計で66試合に出場して打率、276本塁打、45打点、1盗塁を記録した。2012年は、 A 級マートルビーチでプレーし、122試合に出場して打率。285、8本塁打、63打点、5盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2013年は A 級フリスコラフライダーズでプレーし、136試合に出場して打率。289、21本塁打。 91打点2投類を記録した。オフには再びアリゾナフォールリーグに参加し、2年連続でサプライズサグアロスに所属した。2014年はトリプル A9 ラウンドロックエクスプレスでプレーし、127試合に出場して打率、274、10本類打、58打点4投類を記録した。2015年もトリプル A9 ラウンドロックでプレーし、 109試合に出場して打率、268、12本塁打、63打点に投類を記録した。2016年は、トリプル a 級ラウンドロックで開幕を迎えたが、4月10日に、ロビンソン・チリノスが故障者リスト入りしたため、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。翌11日のシアトルマリナーズ戦で、メジャーデビュー。その後、5月4日には、 トリプル a 級ラウンドロックへ降格し、9月のロースター拡大後は昇格したものの出場機会はなかった。この年メジャーでは15試合に出場して打率、275日本塁が4打点を記録した。2017年7月26日のマイアミマーリンズ戦では8から18と大差でリードされた9回表にメジャー初登板を果たした。 一郎との対戦時には4球目に山なりの45マイルパーアワーの超スローボールを投じたが一郎は保守側に2足分ほどステップを踏み不格好なスイングながら左前に落とすアンダを打たれたこの年メジャーでは21試合に出場して打率238に本塁打11打点を記録した2018年3月7日 ティムリンスカムの加入に伴ってディエフェとなり、13日にマイナー契約に切り替わってトリプル A 級ラウンドロックへ配属された。2018年4月7日にエマヌエル・クラセトのトレードでサンディエゴ・パドレスへ移籍となり、三カのトリプル A 級エルパソチワーズに配属された。同球団では117試合に出場して打率。291、16本類八83打点。 一盗塁を記録した。オフの11月2日に FA となった。2018年11月19日にコロラドロッキーズとマイナー契約を結んだが、2019年3月26日に自由契約となった。その後、4月4日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。